おはようございます。やすひろです。ねえ、やすひろは、ドリフトしたことないのって。ありますよってね。それこそ20年ぐらい前、横浜さんが、ドリフトパッケージっていうのを買ってね、話題になった頃ですよね。僕はその頃ドリフトなんて全然知らなくて、やってるラジコンって言えばオフロードだけだね。オクトマミッドが最後だったかな。それで、しばらくラジコンをやめていたんですけど、まあジオシの方が「やすひろ君ラジコン好きなんだって」って「はい好きですけどしばらくしてませんけどね」っていうことで、今度僕のところにねサーキットを作るんだよって「よかったら遊びしてくんない？」って「どんなサーキットですか？」って聞いたら、いや息子が作るサーキットなんだけど、何でもドリフトサーキットらしいんだよって。ドリフトですかって、まあ、よかったら遊びに来てくれって言うんで、まあ休みの日に遊びに行って、すいません遊びに来ましたって言ったらね、確かに、ね、駐車場だな、あれな、駐車場を、ドリフトサーキットにして作ってたんですけど、まあ綺麗なドリフトサーキットでね、僕は何も知らなくて、とりあえず普通の、ラジコンを持って行って、走らせたんですけども、よーいどんっつって、曲がるかねっつったら、もうここまでしか曲がれんってことで、どうしてってことでね、まあ、そこからドリフトに対して、いろんな興味が持ちますって、まあそのドリフトするにはドリフト専用マシンが必要だよってことで、そうなんだって。でその時にまあ京商さんでは、ドリフトマシンがなくって、横間さんで、ドリフトパッケージっていうのがあったんで、それが四駆だったんですよ。でまあそれを、作って、まあそのサーキットで走らせたらいいんだけど、僕のその時の走りってね、こういう走り、キュッてね、やっぱりレーシングで走らせているからでしょう。こう来てね、急にアクセルを、煽るとキュッていう風に曲がるんですよ。で、まあ、これでも曲がるんだけど、なんかおかしいよねって。やっぱドリフトって言ったらさ、キューッとこういう風に、円を描いて曲がるのがドリフトなんですよね。その、息子さんが、実車でもドリフトをしていて、ラジコンでも、ドリフトが、好きな方でね、一回すいません僕のラジコンをね走らせてみてくださいよって。で走らせてみたら、まあ綺麗にドリフトしていくの、こうキャーっとね、キャーっとこう綺麗にドリフトしていって、お釣りもらわないんだね。こういうふうなお釣りもらわなくて、綺麗に曲がっていっていくんですよ。そして、そこの、サーキットの面白いところはね、後半が高速サーキットになってる。もうこうして回ってきて、ここから高速サーキットなんだけど、簡単に言いますとこういくでしょ。ここから車体を斜めに持っていくんですよ。斜めに持っていきながらずーっとねドリフトさせてコーナー回っていくっていうね、あらーそういう曲がり方もあるんですねってね、見ていて、練習したもんです。どうしたって、まずね、僕運転していて、初期がこのステアリングの初期がねいまいち悪いなと思って、これは今こんな感じになってますけど、もっとねこう、前を広げて後ろを縮めるっていう感じでね、そうすることでステアリングの初期が良くなるっていうことを勉強しました。それと、このタイヤの角度をね、タイヤをもっと内側に寝かせて、タイヤをね、食わせないようにした方がいいっていう。なるほどねーって、逆に、リアのタイヤは、内側を、狭めて、外側を広げていくっていう感じでね、そうすることで直進性が良くなりますよっていうことを勉強させていただきました。それで、まあ逆にこのリアのタイヤは寝かせないでね、0度ぐらいがいいですよっていう感じで、
このギアレフもね、普通のギアレフじゃなくてもう直結しちゃうっていうね、もうデフの機能なくしちゃうよみたいな感じの、ものがいいですよっていう感じで、まあそれで走らせました。僕の悪いところはね、熱しやすくて冷めやすいんだね。何かすると、パッとこう熱が入るんだけど、ある程度できちゃうともうそこで冷めちゃうんだね。まあこれが僕の悪いところでね、それ以来ドリフトはしていないんですけど、この前気が向いて、以前のそのサキットに遊びに行こうかなって言ったら、あ、今じゃもう貸してませんって言って、そうなんですかって、でもサキットありますよねって、あ、商品開発のために、使っておりますってことでね、あら、そうなんですか、それは残念ですねってことでね、まあまあそういうことで、僕がドリフトで例えばサーキットで走らせようと思っても、そういったサーキットはなくなったなっていう感じですね。